はい、どうも、こんにちは。沖縄バばばです。はい。ねパナパナタンが、ほれ。ねお尻が上がってますよ。かわいいですね。ねえ、パナタン。はい。ね、はい。はい。はーい。かわいいですね。ねおちっぽが立ってますね。かわいいですね。ねはい、皆さん、どうも、こんにちは。沖縄バばばでございます。はい、えー、パナタンがね、甘えに来てますね。かわいいですね。 はい。えーとですね、えー、皆さんもお気,お気づきだとは思うんですけど、あの、私の番号をですね、あれをなんで、あの、あんなにね、えー、水位の伸身し,してね、 はい。推進してね。急いで作らせようとしていたのか、わけがわかりました。私よくね、あのー、もしかしてね、誰かにね、ご命令されてるんじゃないの多分、シュワットブーあたりからね、言われてるんじゃないのって言ってましたが、どうやら本当にそのようです。はい。えー、そういうことでございます。はい、えー。シュワットブーさん。はい。早いとこね。 早いとこ現金をなくしてね、えー、デジタル通貨に移行してね、あのー、いわゆる社会のね、はい、あの、真のようなシステムに移行してちょうだいよと各国政府にね、圧をかけているようです、シュワットブーが。はい。まあね、予想はしていましたが、やっぱりかって感じですね。あの、 あのね、あの変な女装壁のね、おっちゃんどうにかならないんでしょうかね。はい、このシュワットブー、はい、えー、思います。はい。えー、まあね、このシュワットブーが圧をかけてるんで、もういろんな不具合がね、えー、起きても、 お、それをね、えー、なんて言うのかな。あの、改善しようともね、本気でやってるようには私は見えません。でも、押し押しです。推進しております。はい。そのわけはと言いますとね、やっぱりシュワットブーからの指令がありましたよということです。はい。どういうことかというとね、まあ、元の金を廃止してね、で、えー、のね、缶のリーの社会にしたいんですよ。 で、この管の利、どこがいけないのか。はい。実はですね、この、まあ、もう C の国ではやられてます。はい。このね、えー、現金の廃止ですね、いわゆるね。そうすると、おまあ,あ、全部ね、お金がね、デジタル化になるんですよ。そうするとどういうことができるかっていうとね、アウト政府は。はい。えー、期限付きにすることができます。 つまりあな、あの、あなたがね、えー、給料とか、デジタル通貨で振り込まれてね、そのデジタル通貨、はい、期限がありますと使える。はい、えー、2ヶ月以内に使ってくださいとかね、えー、3ヶ月以内に使ってくださいとか、期限を決められるんですよ。その結果どうなるか。はい、貯金ができなくなります。はい、そういうことでございます。つまりね、えー、アウト政府はね、 あなたに資産を持って欲しくないんですね。で、こういうことができますよっていうことです。そしてですね、次、これ重要なんですけど、何を買うことができるのか、その暗号通貨にですね、えー、規定を設けるということです。つまり、あなたはね、えー、まあ CO2 たくさん出してるから、悪いんだけどね、 えー、お肉はね、えー、300g までよ、1週間っていうふうに決められちゃいます。はい。で、えー、300g 以上のは買えなくなります。そういうふうなことが簡単にできるようになるということです。ちなみにね、あのー、 C の国で起こってること。これもね、あの、昨日配信しようと思ってたんですけど、ちょうど良かったんで、今日こう、あの、言っておきますね。はい。今、あの、C の国では、あの、その人その人、個人個人で、あの、銀行からのね、えー、出金です。はい。えー、いわゆる、出入金の、あのー、引き出しですね。個人個人で引き出し額が違うようです。はい。 この社会のね、信用の指数のテムテムですね。えー、アウト政府にとってね、えー、なんていうのかな、有利になるようなことをね、言ってくれる人には、引き出し限度額が高くて、えー、まあ、アウト政府のね、気に入らない人たちですね。そういう人は、1日にね、えー、日本円で言うと、1万5千円ぐらいしかね、引き出せませんよっていうふうになってるんです。 はい。そういった動画たくさん見ました。はい。えー、まあ、ここにはあ、あれないのが残念なんですけど、えー、ちょっとね、探すの大変なんで、はい。えー、そういうことが今起こっております。C の国で。で、シュワットブーのね、えー、あれですね。希望は、いろんな国が C の国のようになることでございます。はっきり言っております。 はい。モハームは C の国だと。まあ、そういう風な世界にしたいんですよ。まあ、ポシャリますけどね。はい。まあ、この辺はね、えー、まあ、言っておきます。ポシャリます。はい。なので、えー、今ね、起きていること。つまり、えー、ダーのキッシーとかね、あのー、なんやら太郎ですね。はい。あの人たちがやってること。 まあ、わかる人はわかってると思うんですけど、あのー、特にね、あのー、ナイアラ太郎ですね、あのー、K の大台ですね、K の大台で、あのー、W のね、E の F のね、えー、いわゆるサークルに入ってました。はい。えーシュワ 飛ぶの親玉とするサークルに入ってましたこの人、えー、多分初代卒業生なんじゃないかな。あ、まあ、そういうことなんで、手下です。はい。えー、なんで、わかりますよね、このつながり。そういうことでございます。ちなみに、この記事のね、えー、ところには、まあ、とある、あの、フラン、オフランスの事情が書かれています。今ね、オフランスでね、えー、某の堂々が起こって、 てますががそのの裏で一体何が起きているのかまあ、これ、面白いですよ。はい。えー、オフランスの K のサツサツがね、ポーのリスリスが、シュワットブーなんかに使えるのはダン、やだって言って、反の乱乱を起こし始めてます。はい。えー、これもね、面白いんで、えー、この記事必ず飛んで見に行ってください。よろしくお願いいたします。 沖縄、おパパでございました。はいぱなたー、パナタうん。うん。気持ちいいですょね。ねえ。ノズルが出てきましたね。かわいいでしょねーねえ。うん。ねーはい。あら、ゴロゴロ言ってますよ。聞こえますかゴロゴロ。ねえ。